さあ、残業の時間だ。はい、中央無人のティガレックス。20分ってところがね、また氷ですね。相変わらず早いですね。やばい、そして強い。そこで死んじゃった。ちょっと双剣に変えてみようかな。やばいやばいやばい。あーごめんなさい。あーそう間に合わない。あー時間切れか。これいけなくはないですね。多分初めから双剣でいってれば大丈夫かな。おーはいはい、広いな。あー逃げた。間に合わないかな。寝てる寝てる寝てる。惜しかったね、これは。わあれ？なんかマップの下に落とされちゃった。あれ？私が迷ったのがいけなかったな。力をしたい。死ぬ。いけると思ったんだけどな。なぜだ。おお、今回はいけるんじゃないか。頑張れば。頑張れ頑張れ。よしよしよ。ね。ここからが問題なんだよね。時間切れ。マジで。これは辛い。絶対いけたと思ったのに。これいけたと思ったんだけどな。ねえ。どうしようかなこれ。いやーどうしますゆうさん。これはもうほんともうもったいないな。なんだろう。ちょっと一回仕切り直しますか。これはこれもいけそうなんだけどな。なんか引きどころが分かんなくなってきましたねこれ。いやーいったと思ったんだけどな。これはプロマーの皆さんでやってもらうのが良さそうですかね。さあ行くぞ。いけるのか。あれマサさん痛い。あ、嘘。マジで、なんで。やばい、死ぬかもしれない。これは、やっぱり、残念です。ごめんなさい。いかんな。やばい、さっきから同じパターンで死んでる。ごめんなさい。あー、やばい、やばい。大丈夫、大丈夫。やばい、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 やばい。やばい、やばい、やばい。あー、当たった。そろそろタイムアップなのではと思っている。ほらやっぱりドフスったばりには追い詰めれてるってことは多分やっぱりいけるんでしょうね。ね、いけそうな感じしますよね。はい、たちの弱点が著しいですね。そうですね、ほんとお二人ともたちですもんね。小物にはめられてて動けないです。そうか。あーごめん、力をつけたから見てなかった。あーゆうさま
やばいやばい、早く戻んなきゃ。大丈夫大丈夫、あれ。みんなで落ちてる。間に合わん。あー時間切れ。フロンティアとったぞ、この代名詞は。そうか、ティガさん、あんまりでもなんかボスキャラって感じのイメージではないですよね。確かにティガさんこんだけ苦しめられといてなんだけど、よし、今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。